主の礼拝として宣言し用いてくださいますように、私たちを今礼拝者としてさらに整えてください。主よ、あなたの血潮で覆ってください。あなたの臨在で覆ってください。私たち今日礼拝を捧げる全ての者たちがあなたの皆によって大いなる祝福を受けて今日も帰ることができるように導いてください。主を賛美します。主よ、あなたの皆を高らかに褒めたたえます。あ、今日主の癒しの川がこの場所に満ち溢れますように信じて期待して尊き主イエス様の名前でお祈りします。アメン。じゃあ今日も賛美を持って礼拝を始めてまいりましょう。この場所にあなたがさらに豊かにあなたの栄光を持って
今日はあなたがこの場所に本当に私たちを愛してくださっていることを覚えて心から感謝します。私たちもあなたを愛します。今日さらに私たちがあなたの御前に立つことのできる器であるように聖霊に祝福してください。今日あなたの前に立ってあなたの御言葉を聞きたいと願っております。主のお語りください。聞いております。感謝を持って尊き主イエス様の名前でお祈りいたします。じゃあ私の信仰を告白、使徒信条を持って行っていきましょう。使徒信条、お前は私の罪に死す、全能の死なる神を信ぜ、我らその人にも我らの主イエス・キリストを信ぜ、主は聖霊によって祈る、乙女マリアより生まれ、本領を受けられるように苦しみを受けられ、十字架につけられ、死んで葬られ、よみに下り、三日目に死に落ちており、よみがえる、天に残る、全能の主なる神の御に座し参り、かしこより来たるで、生ける者と死に至る者とを裁きかまわ、までは聖霊を信じ、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の随時、体の病になる、この死への命を信ず。アーメン。じゃあ、もう一度。